て。綺麗な想定だな。めちゃくちゃ気になるぞ。早く読んでみようぜ。してくれよセンブルン、まさか飛び方まで忘れちまったんじゃないだろうな。いやいやクラッカー、忘れてないって。ただこれでいいのか自信がなくてさ。おい、いい加減にしろよ。このままじゃアンプどころか歌い方まで忘れちまうぞ。なんで自分がシェンブルンって呼ばれてるのか覚えてるか。声が綺麗だから。それは覚えてるよ。今じゃお笑い草だけどね。そうだ、泉に滴る朝露みたいに綺麗な声さ。覚えてるんなら頑張って飛べ。最悪魔線を使ったっていい。笑ったりしねえよ。使い方は覚えてるだろう。それくらい覚えてるよクラッカー。君の名前の由来は暴れん坊だったな。頼むから静かにしてくれ。すぐそっちに行くから。おい、見たか。オイラの幻覚じゃないよな。ますます状況がわからなくなってきたぞ。とりあえず追いかけてみようぜ。
あの2匹の、髪のカエル。悪い奴らじゃなさそうだし、道を聞くぐらい大丈夫だろう。お二人はあちらの予言の崖からいらしたのですかな。うわぁ、フトチョネズミが喋った。なんですと。誰がフトチョネズミですか。ちょっとばかり分厚い紙でできているだけです。私はアーモンド、この祝福の森の長老です。ここで予言の勇者を待っているのです。オイラの方をつねってみてくれ。まだきっと夢の中にいるんだよな。なんと、私がつねって差し上げましょうか。ただ腕が短いので、もそっと近づいてくださらんと。いや大丈夫だぞ。ちょっと冷静になりたかっただけだ。状況を整理すると、ここがオイラたちの知ってる世界じゃないのは確かだ。道端の木も、言葉を話す紙の動物も普通じゃないぞ。異世界の勇者とその仲間が、この世界に再び平和をもたらすだろう。予言ではそう断言されておりました。おっと、私の壊れかけのアーモンド頭ときたら、勇者殿の到来に興奮するあまり、この世界についての紹介を失念しておりました。私の髪はもう色褪せる寸前なのかもしれませんな。ゆっくりで大丈夫だぞ。オイラたちもここがどんな場所なのか気になってたんだ。どこから話せばよいのやら。昔のことはもうほとんど記憶の彼方ですからな。おお、そうそう、森の中のパルプに込められた物語ではこう言われております。昔々、三人の女神がこのシムランカという世界を作った。魔法と物質を司る創生の女神が我らに命を与え、草木や山水はそれにより形を得た。シムランカは女神の加護によりあまたの世界で存在し続けた。その後、星と奇跡を司る予言の女神が現れて、星空を操り世界を動かした。その彫像は今なおオルビット上の頂に立つ。最後に、物語と願望を司る運命の女神が現れて、不滅の愛と灼熱の憎しみをもたらし、死と希望とは何かを我々に伝えた。へえ、すっごい神様たちなんだな。それはもちろん。シムランカの新たな住民は皆、森で創生の女神の創造に感謝を捧げ、王城で予言の女神の神託を請うておりました。そして最後に、世界の果てで運命の女神に自らの願望を打ち明けていたのです。つい先日までは。先日までって、悪いことでも起きたのか。そうだ、それってお前の待ってる
勇者と関係あるのか？ええ、多くを忘れてしまいましたが、あれだけは決して忘れません。空を覆い隠すあの悪竜が降臨した日のこと。あやつは不吉な黒い霧をまとって天から降り立ち、我らの土地を踏みにじったのです。ベルウィンド王国には未だその巨大な足跡が残っております。幸い死傷者は出ませんでしたが。怖すぎるぞ。恐ろしいのはそればかりではありません。あれ以来、森のインク酒場はなぜか扉を閉ざしたまま。これは森の住民にとっては大変な災いです。酒場の閉店ってそんなに大きな事件か？元だったらありえるかもしれないけど。おう、創世の女神よ。それは森に大雨が降るよりも恐ろしいことです。髪は濡れても干せますし、倒れた木も起こせます。しかしインク酒場が提供しているのは、森の住民が命をつなぐための麻酔なのです。お？なんだそれ。我々の生命維持に欠かせぬ魔法のポーション、創世の女神からの賜り物です。それが体がシワシワになり、乾いて裂け、色あせて、いろんなことを忘れ、自分が誰かもわからなくなってしまいます。あ、ってことはもしかしてお前も？ええ、私も随分色あせました。実はここで勇者を待たねばならぬことだけは覚えているのですが、それが誰の指示かは忘れてしまいました。じゃあ急がないとじゃないか。オイラたちに手伝えることはあるか？おお、勇敢な精霊とその仲間よ。善良なあなた方に運命の女神の祝福がありますように。いえ、もしやあなた方が私の待っている勇者なのでは？それはオイラたちに聞かれてもな。それに自分がどうやって来たかも忘れる勇者なんているか？この杏仁の脳には難しい問題ですな。予言もそのようなことには触れておりませんし、もしよろしければ私と共に祝福の小屋に来てくださいませんか？この森の妖精殿の住まいなのです。あのお方なら今後の道筋を示してくださるかと。森の妖精？じゃあ魔法とか使えるのか？はい、予言では勇者と共に冒険に赴く仲間とされています。泳ぐ魚でさえ進む先を決められるように、生きとし生ける者の意志は全て尊重されるべきです。あれ、あそこの芝生なんか変だな。インク酒場が色褪せてああなってしまったのです。
ここです。少々お待ちを。今なら妖精殿もおられるかと。あ、旅人パイモン。あれ、その声は。よかった、二人に会えて本当に嬉しいよ。あ、ごめん。森の妖精ってミイロだったのか。それにその格好。ありがとう。実はまだちょっと変な感じがするんだけどね。グランドバザールで本を読んでたらいつの間にか眠っちゃってて、起きたらここにいたんだ。夢の中で誰かにこう言われたの。祝福の森の妖精よ、その森を救いなさいってね。最初はこの世界のこともただの夢かなって思ってたけど、いつまで経っても目が覚めなくて、周りに知り合いも誰一人いなかった。オイラたちもだぞ。わけもわかんないままこの世界に来ちゃってたんだ。ごめんね、さっき会った時思わずテンションが上がっちゃって。気にすんなって、気持ちはわかるぞ。オイラたちも帰れなかったらどうしようって心配してたからな。知り合いに会ってほっとしたぜ。ほう、これぞまさに運命の女神のお導きですな。お二方が妖精殿のご友人だったとは。アーモンド長老、二人を連れてきてくれて本当にありがとう。私もすぐに手伝いに行くから、みんなにそう伝えてくれる？ええ、喜んで。私のナッツよ、そしてピーナッツの殻よ、今日は実にいい日だ。さすがニーロ、もう森の住民たちと仲良くなったんだな。うん、昨日ここに来てアーモンド長老からこの世界の現状を聞いたの。妖精としての扱いを受けてる以上、私も少しは役に立たないとなって思って。なるほどな。まさか森の魔法かなんかで酒場を修理してやるのか。残念ながらこの世界の魔法をどうやって使うのかは分からなくて、神の目の元素力も試してみたけど特に効果はないみたいだった。小屋にある本からして、ここはみんなの言う創世の女神の仕事場だったみたいだよ。女神は本のページで動物を作って、魔法でそれに命を吹き込んだ。そうやってこの祝福の森はできたんだ。本に魔法の使い方は書いてなかったのか。ざっと全部読んでみたけど、このくらいしか載ってなかった。アブラカダブラとは、我が言葉通りに創造せよという意味である。この世界は言葉によって構成されており、誰もが神秘の法力を手にする可能性を持つ。アブラ…なだて？まあとにかくみんな魔法を使えるってことだよな。すごく大雑把だけど、他の本も読んだけど、あまり細かいところにはこだわらない女神って印象だったよ。でこれからどうするんだ？さっき手伝いに行くとか言ってたよな。うん、森の住民たちが酒場の再開に向けて準備してるみたいだから手伝おうかと思って。そうだな、まずはできることからやっていこうぜ。正直私もちょっと緊張してるんだ。全く見覚えのないステージに立たされちゃった感じっていうか。でも衣装に着替えたからにはステージで踊るしかない。それでこそ一人前の踊り子だもの。そうやって踊ってたら自分だけの魔法だって見つかるかもしれない。そうでしょ？すごく前向きなんだな。うん、じゃあ行こっか。
転ばぬ先の杖というように事前に準備しておけば混乱を招くことはありません。あれあれ、妖精さんじゃないか。それに頼りになりそうなお仲間が2人。長老の言ってた通りだ。こんにちは。昨日みんながここでインク酒場の配管工事をしてるって聞いたから手伝いに来たの。この程度のことで妖精さんの手を煩わせるわけにはいきませんよ。僕たちだけでやれますから。ほんとか？なんかパイプの並べ方がぐちゃぐちゃな気がするけど。これはその仲間に大雑把なやつがいるんです。パイプの接続なら任せろって自信満々に言うから頼んでみたらこのありさまで。いやいや、俺はパイプを入念にチェックしようと思ったんだよ。麻酔を通すための大事な管だからさ。それで分解したら戻し方を忘れちまったんだろ。もう変なナッツでも食べちまったんじゃないのか。ほらほら、喧嘩しないで。一刻も早く酒場を再開して森を元の姿に戻したいって思いはみんな同じでしょ。だったら私たちにも手伝わせてくれない？せっかく来たんだし、オイラたちも手を貸すぞ。パイプをつなげればいいんだろ。ありがとうございます。麻酔がちゃんとパイプを流れるようにしないといけないんです。つなぎ間違えると途中で詰まっちゃいますから。結構神経を使う作業なんですよ。お前が言うな。でしょ、一滴だけなら。そんな、もったいない。実験用にと取り分けておいた最後の崇拝なんだぞ。本当にちょこっとだけ、はい、どれどれ。ブエッ、なんだこの味。下に惑われていてくるぞ。これただのインクじゃないか。もしかしてこの地の伝説にもあったよ。運命の女神がインクで紙に物語を書き記した。
創世の女神によりその物語に命が吹き込まれたって。だからこの森では酒場がここまで大事にされてるんだな。退職症を患った住民たちは体内のインクが乾いて色あせたせいで自分の物語を忘れてしまったのかも。皆さんの話にはついていけませんが、妖精さん、どうかそんな顔をなさらないでください。パイプの修理も終わったことですし、酒場はすぐに営業を再開できますから。なんだ、今の話がわからなかったのか。妖精さんは女神が俺たちに命を授けてくださったって話をしてるんだ。へへ、実は俺、創世の女神に会ったことあるんですよ。え、本当？お前、僕と同い年だろ。昔一緒に運命の女神像に祈りを捧げたじゃないか。嘘をつくのも大概にしろよ。あー、正確にはうちのじいちゃんが。じいちゃんの話では、ある日仕事が終わった後、小屋の窓から創世の女神が命を吹き込む瞬間をちらっと見たんだとか。女神は俺たちの体を作るための紙を捧げ持って、それに話しかけてた。そしたらぴょんぴょん跳ねる紙のカエルが一匹生まれたんです。まさに神業ですよね。自分が見てきたかのように言うなよな。へえ、女神の魔法ってもっとこうバチバチバチって感じで派手なのかと思ってたぜ。え、皆さんの世界では新しい命はバチバチバチって派手に生まれるんですか？なるほど、勉強になりました。いや、そうでもないけどさ。魔法だからって絶対に派手じゃないといけないってことはないと思うけど。お前が大ボラ吹くから妖精さんまで混乱させちゃっただろ。ううん、そんなことないよ。むしろおかげでいろいろ見えてきた。ありがとうね。光栄です。旅人パイモン、急いで次の場所に向かおう。呼吸はとても大切なことです。とても大切なことです。シェンブルン、またリズムを間違えたな。このままじゃインク酒場が再開しても俺たちのバンドは再開できないぞ。本当にごめん。あの、練習の邪魔をしてごめんなさい。さっき道端で見かけた髪のカエルじゃないか。ん、妖精さんじゃないか。シェーンブルン、いい声を聞かせて差し上げろよ。でも僕、そんなにかしこまらないで。リハーサル中だったの？はい、ご覧の通り。俺たちはインク酒場専属のコーラスグループなんです。酒場が閉まってしばらくは失業してました。でも昨日森の妖精さんが来たって聞いて、やっとまた歌えると思って、そんで張り切って集合したんです。気持ちはよくわかるよ。グランドバザールでもズバイルシアターのみんなはそんな風に忙しくしてる。グランドバザール、そこの人たちもハスの葉の上で歌うんで。そう、しかもすごく大きなハスの葉なんだよ。
あなたグループの指揮者でしょ。なんとなくズバイルさんと似てる気がする。へえ、きっと俺と同じようにハスの葉のお客さんたちのご期待に沿うようにって闘志に燃えてる方なんでしょうね。ただ今はシェンブルンさん、私たちにできることはあるかな。 いえ、これは僕自身の問題なので。酒場の休業中、急に歌い方を忘れてしまったみたいで、みんなのリズムにはついていけないし、音程も外してばっかり。お前はうちのメインボーカルなんだぞ。一番の美声の持ち主だったってのに。わかってるよ。でももしかしたらそれも退職のせいかもな。シェンブルンさん、元気出して。私が大事なステップを忘れた時も、グランドバザールの仲間はいつも隣で励ましてくれた。みんな笑顔で大丈夫だよって励ましながら、私が思い出せるまで何度も何度も演奏してくれたの。今度は私たちがあなたを助ける番だよ。そうそう、ただの歌だろ。旅人はすっごくリズム感がいいから、リズムを取ってやれるぜ。お、そりゃいい。よし、お前は歌詞を歌うことに専念しろ。リズムの方は妖精さんのお仲間に任せるんだ。本当にいいんですか、そんなご迷惑をおかけして。気にしないで。私たちだってインク酒場が再開してあなたの美声が聞けるのを楽しみにしてるんだから。ありがとうございます。僕やってみます。リズムはバッチリだ。ちょっと感覚をつかめたかも。おお、女神よ。よし、その感覚を忘れるなよ。その調子だ。皆さんありがとうございます。おかげでまた泉のように澄んだ歌声が出せる気がします。元気を取り戻せたみたいでよかった。さあ、私たちもそろそろ次の場所を手伝いに行こう。だな。お前たちの公演楽しみ。残るはあと1箇所だね。出発しよう。呼吸はとても大切なことです。おいおい、シトラス、冗談はよしておくれ。酒場の再開が迫っているというに。本当なんです、長老。昨日興奮しすぎて寝違えちゃって。長老、手伝いに来たぞ。ほう、
良いところに来てくださった。紹介いたします。こちらはインク酒場のバーテンダーで、シトラスというものです。シトラスは麻酔にうまい果物をいろいろ混ぜて美酒を作り出す。インク酒場には欠かせぬ存在なのです。長老、そんなに持ち上げないでください。いったか、首が。大丈夫？はあ、すみません。肝心な時に首が動かなくなってしまって。お手数ですが、私の尻尾を引っ張って首が動くようにしてもらえませんか？自分では手が届きませんし、長老では力が足りなくて。尻尾と首って関係あるのか？もちろん、空の雨と虹のような関係ですよ。とにかく果物を萌いで樽に入れる一連の作業を手伝ってほしいんです。なんかちょっと違うんですよね。ありがとうございます。首がかなり楽になりました。本当に関係あるんだな。おお、ありがたい。これで一安心ですな。インク酒場は今まで通り美味しい飲み物を提供できるはずです。ひっ、これで一丁上がりだな。きちんと計画してくださいね。
行きましょう。した理由はわからないままだね。なんなら太っちょネズミの言ってた方法を試してみるのはどうだ。あの子のおじいさんが小屋の外から見たっていうあれ、創世の女神はどうやってみんなに命を吹き込んだのかな。とりあえず真似してやってみたらどうだ。森の妖精って呼ばれてるわけだし、もしかしたらもともと魔法が使えるのかもしれないだろう。つまりこの森の舞台が私という踊り子に合わせた動きをしてくれるってこと。そんなのおとぎ話だけでしょ。そうか。オイラも周りに影響されてるのかな。動く折り紙の動物とか魔法のポーションとか、ここじゃ何でもありな気がしちゃってさ。でも確かにやってみないとわからないよね。じゃあ、こうやって折るんだったよね。うん、多分これで合ってるはず。うわぁ、器用だな。前に舞台の小道具さんがこういうのを作ってたんだ。面白いと思って休憩時間に習ったの。眠気覚ましにちょうどいいんだよ。どうだ、その魔法の力とか感じたか。全然。なんでだ、何か足りないのか。話しかける。でも森の創生の女神はこういう時なんて言ってたんだろう。そうそう、森の妖精としてのニーローが新しい住民に何を伝えたいか考えてみたらどうだ。あなたに森の祝福を。あなたが森の一員になれますように。パチサラと名乗り、どうかあの花のようにこの世界で美しく咲き誇って。はあ、私パティサラ。うわ、本当に成功したぞ。私のナッツよ、そしてピーナッツの辛い、このアーモンド、この年になってかような神業を目にするとは思いもしませなんだ。伝説の創世の女神の魔法と全く同じですな。ピーナッツの殻、アーモンド。はじめまして、パチサラ。私はニーロ、この森の妖精なんだ。今日からあなたは森の一員になるんだよ。はじめまして、妖精のニーロお姉ちゃん。どうかあなたがここで楽しく成長できますように。成長。ほっほっ、この森の新しい仲間はひとまず私にお預けくだされ。いやー、懐かしい。森で歓迎会を開くのは久方ぶりです。ほーら、パチサラ、アーモンドおじいちゃんのところにおいで。ニーローが魔法をマスターしたんならインク酒場を開けるんじゃないか。あの、アーモンド長老、何人か
酒場の地下に呼んでもらえないかな。もちろん構いませんが、理由を伺ってもよろしいですかな。さっき魔法を使った瞬間、あそこに違和感を覚えて、きっとそれがインク酒場閉鎖の真の原因なんじゃないかな。なるほど、お安い御用です。パチサラもアーモンドおじいちゃんの言うことをよく聞いて、勝手に走り回ったりしちゃダメだよ。パチサラ言うこと聞く、走る。こら、お前という子は待ちなさい。さすがニーローが作った子って言うべきか。やけに元気だな。なあ、さっきは一体どうやったんだ。あの子の幸せを祈る気持ちを言葉にしただけだよ。本に書いてあった通り、言葉そのものが魔法なのかもね。すごく童話っぽい解釈だな。だからこの森は祝福の森って言うんじゃないかな。ひひ、そういう魔法がニーローにはぴったりだと思ってたんだよな。うん、祝福を授けるとき、この森の中を流れる魔法を感じられたんだ。草花や木に宿る魔法や、みんなの体の中を巡る魔法。でも、インク酒場の地下には、ガランとした空間があって、何も感じられなかったの。妖精殿、ただいま戻りました。早いな。インク酒場の地下には、この私でさえ初めて見るものがありましたぞ。透明で、叩くとゴンゴンと音が鳴る。透明なもの。わかった。え、なんで今のでわかるんだ。パイモンも童話っぽい解釈をしてみたら。そう、正しくは空のインク瓶かな。パイモン、麻酔の味を覚えてる。ああ、そういうことか。旅人パイモン、私と一緒に材料を取りに行ってもらってもいいかな。そういえば、小屋の本に麻酔の材料が書いてあったんだ。もちろんだぞ。何が欲しいんだ。永遠に沈まぬ夕日、陸を泳ぐ金魚、それから夜にしか咲かない月。なものばっかだな。おお、めちゃくちゃ早いな。どうやって謎々じゃないだろ。
行きましょう。はっ、はっ、はっ。ちょっと待ってて。部屋からインク瓶を持ってくる。原材料は美味しいものだらけなのに、なんで最終的にはインク味になるんだろうな。今回はオイラも遠慮しておくぞ。お待たせ。確か本にはこう書いてあったはず。こうして、次は、それで…できた。この匂いは、まさに我々が求めていた麻酔ですな。じゃあ長老、これを地下の透明な瓶のそばに置いてきてくれる？あとは私に任せて。はい、森の妖精殿の仰せの通りに。ふう、いざとなるとやっぱり緊張するな。舞台の真ん中に立ってみんなの注目を浴びてる気分。うん、ありがとう。あなたたちがいてくれてよかった。私にも女神の祝福があったのかも。行こう。森のみんなを待たせちゃ悪いもんね。森よ、私の言葉に耳を傾け、私の祝福を受けたまえ。魔法の天城泉が永遠に枯れることなく、この地に生きる魂たちが幸福でありますように。森の景色にぴったりだよね。それにこんな感じに開くとは思わなかった。まるで折り紙の本みたい。そうでした。何もかも思い出しましたぞ。私がオルビット城の頂上で予言の女神に神託を求めたのです。この世界を救う勇者が予言の崖に降臨するとき、勇者とその仲間がこの世界に再び平和をもたらす。今まで予言の前半を忘れてたのか。それゆえ私はあそこで待っていたのですな。
これは良い。犯人の脳もまだまだ捨てたものではありませんぞ。予言の崖って大きな壁画があるとこか。オイラたち確かにあそこで目覚めたぞ。でも何も覚えてないし、服装も変わってないけど、本当に勇者なのか。間違いありません。あなた方は妖精殿と共に祝福の森に新たな活力を与えてくださった。間違いなくこの森にとっての勇者です。えへへ、そっか。お前たちがそう言うならそうなんだろうな。どうせオイラたちも帰る方法を探すためには先に進まないとだし。オイラたちの楽しみは人助けだからな。やはり予言の女神のご神託に間違いはありませんな。私も一緒に行くよ。魔法が使える森の妖精がいれば旅もかなり楽になるでしょ。勇者と魔法の妖精、巨竜に冒険。本当に童話の出だしみたいだな。皆さんの次の目的地は対岸のオルビット城のようですな。あそこはシムランカで最も栄えている場所ですぞ。お城のてっぺんにある星の庭に行けば、予言の女神があなた方の探している答えを授けてくださるやもしれません。ニーローさん、行っちゃうの？うん。他にも助けが必要な人がいるからね。でも、そう遠くには行かないし、時間ができたら、またパチサラちゃんにも会いに来るよ。だから、いい子にしてるんだよ。おじいちゃんのお手伝いをしてね。うん、サーゼル、帰ってくるの待ってる。聞き分けの良い子だ。おっと、忘れるところでした。オルビット城に向かわれるのなら海上列車に乗らねばなりませんぞ。明朝、私が先に駅に向かって怠け者の乗務員を起こしておきましょう。今日はもうゆっくりと祝福の森の景色を楽しんでくだされ。そうだな、ずっと忙しかったから確かに疲れたぜ。インク酒場でゆっくりしたいなって思ってたところだ。おや、注文が入ったようですね。おう、バブルオレンジ味の麻酔を頼むぜ。麻酔抜きで。一番簡単なステップから教えるのでいいかな。うん、アーモンド長老も一緒にやってみる？私ですか？もう体にガタが来ておりますからな。おじいちゃん、一緒にやろう。わかったわかった、まったくしょうがないな。